はい、皆さんこんにちは、初秋です。今日は、2020年の7月4日で、場所は微細のある、カラオケ屋さんです。まあ、今梅雨に入って雨がすごいのでね、毎日雨が降るので、こういうカラオケ屋さんに来て、やっていこうかなと思ってます。で、今日のお題ですね、はい、今回もちょっと旅行でいろいろみたいな感じでやるんですけど、今日は福井県の小浜の宿ですね。はい、小浜の宿です。で、今、言ってくれたのは、都市楓原くんです。では、都市楓原くんに呼びます。じゃあ、都市くんの声でウィーロウィヨーいやいやいや、都市楓原都市楓原ですゆっくり今日からね、ボールもできるまあ、俺らの出会いはこのサッカー部が違うね。なんかもっとあと寂しいのよ。まあ、おばまのやつね。うん。じゃあ今回も、旅行話はもう本当にいろんなものがつきもので、まあネタがめちゃくちゃあります。こういう旅行があって、はい。では福井県おばま。福井県といえば越前ガニとかね。越前ガニとか。で、越前ガニとか。あ、あの福井やろ。あと、鯖江市のお願いとか。鯖江市は鯖江、焼き鯖江だよ。違うよ、鯖江市はメガネの一大産地よ。ああ、そう。これやりたくない。で、福井県はソースカツ丼が有名で、結構福井とソースカツ丼ばっかり。都市が全然関係ない、いつも食ってもね、福井。せっかく福井でも全然、韓国料理の。ああ、冷麺だよ、韓国冷麺。韓国冷麺。だって、うまねえもん。一応福井県そば系もあるとかね、福井でね、そばとかにもあるっていうか、で、今回といえば、小浜の宿ということで、鶴ヶインターから降りて、1時間ほど車走らせたぐらいかな、普通のなんか市場とか途中にあって、で、海沿いバーって行って、で、なんか橋を渡って鶴ヶ方面じゃなくて、こっちの京都向かう方面だな。そうそう。だから、小浜やもんで、で、結構、鶴から降りたら左にバッとあって、結構距離あったよ。で、そこからなんか、橋渡った島じゃなかった。うん、そう。そうそう。そうそう。で、橋渡った島で、島の先っぽに行ってみたら、上見ると宿があって、で、その道を間違えちゃって上行くと、原子力の発電所の。発電所があるね。で、この小浜の宿の時は、僕が検索しなくて、トシ君任せで、僕が珍しく予約しましたね、トシ君が約束、宿を取ってくれたもんで、で、1泊1人1万5千円、ぐらいだな、あの時は、うちには結構ね、バブルがちょっとね、あってね、ちょっとお金はありましたんで、せっかくだから美味しいもん買おうと思って1万5000円で、でも通常1万5000円では俺とあんまり泊まらないよ、ね、バブルの時でもなるべく安いとか選んで泊まってるって、まあね、一番安いのは前回話したのは下のおっさんの1500円くらいで、で、今回は5分ターが一番手が高いかなというこのそばでね、でドライブでね、その料理のコースで選べて、そうです。で、結局その、磯虫コース。磯虫コースで。磯虫コースっていうのを選んで。で、一泊二日で。一泊二日で。で、料理がとにかく多かった。料理はね、蒸し湯料理がメインだな。もう20年ぐらい前かな。20年ぐらい前だと思うけど。もう、タイの蒸したやつとか、一匹でドーン。そうそうそう。でももう、魚とかも甘エビとか、そうそう、甘エビでもみんな卵も全部卵も全部卵も、で、
刺身もなんかいっぱい刺身もなんか、めちゃくちゃあってだけど、もうあの時ご飯なんか食ってねえもんな、うん、僕はだいたいあるからビールだけでビールかかってるおかずだけでもうあの、あんで次から次へ来るもんね、うん、そう、うん、で、うん、その時にもう、うんまあと、うん、僕よりとしこが、うん、大食いだからいや、正直言うか、うん、俺大食いの俺でも、うん、もう前行って、うん、もう食えんって言うっす、うん、これ以上もう食えんとか言うって言ってるのに、うん、まだそのそまた出てくるやな店の人はなんか、うん、なんか手作りのなんか肉まんですとか言ってあそう蒸しがするもう食べれんねもう食べれんねんもうストップとか言ってな、うん、もう食べたいなあれ初めてだようん、あんな食べ残したのは初めてやな、うんうん、だって締めのご飯なんて食えんかったもん、うん、食えんかった、うん、ほんでまあその泊まった次の日もはもうまたあの甘エビのあの朝のやつです朝から甘エビのだから朝も多かったぞああ僕は基本あの2食なんだけど1日、うんうんだから20年前やもんで、あの時は普通に3食取ったかもしれないね、うんうん、あの日でもあれだね、平日だったんじゃない確かあ、そう、丸木の平日の平日に行ったもんはね、多分お客さんが多分僕らだけうちらだけで、であとおかみさんがあって向こうの店がのうん、だからでどんどん料理そのせいもあって、あれやねんかなあの料理がね、余ってもあったかんで、いっぱいしてすげえ、エスカレートする、だんだんエスカレートするな、夜のな夜は広い、まあ本当に食えんかったなぁそうそう普段やったら、これ美味しいっていうやつももう食えんかったかなさすがに1万5千ぐらいあるわ今まで行ったから1万料理一番料理美味しい、食えれんようだったし、うんうん、まあビュッフェ、ビュッフェは別でな、うん、ビュッフェは別でね、まあ、うん、まあそのうちまた沖縄の話とかオバマの、そう、オバマの確かね、オバマ市のところにね、うん、あの、あ、この時花火あ、花火あったよ花火のなんかね花火見えたね、うん、見えた、うん、花火大会があってで、このオバマ市行った時は、オバマ大統領でアメリカのうん、その時代ですよあ、そうかあ、そうよあ、そうかうんダジャレかダジャレか、本当にダジャレほんで、オバマ大統領がこのオバマ市行ったんやって確かそう知らん。あと、なんかの有名な年に銅像があったな、忘れちゃった。あ、歴史。折れた歴史で出たね。あの人を作った人って言われる。あたこと言ってるじゃない、違うと。何やってるか忘れてた。菅原道真だね。違うか。まあ折れたはもう歴史は全然ダメだけど。で新選組何人おるのって言ったら全然俺知らんし斎藤抜刀斎とかあの辺はな斎藤抜刀斎そんなやつはいねえよそれ斎藤はじめだから斎藤はじめか斎藤あとやつ斎藤抜刀斎あとは土方歳三土方歳三坂本龍馬近藤勇とか坂本龍馬もね近藤勇じゃないのああ知らん近藤勇知らんかだって、ね、歴史であの、うん、関ヶ原の合戦を最近覚えたぐらいだもん あれもやろ本能寺の変もやろ本能寺の変はあんまり覚えとらんもんな関ヶ原の合戦は関ヶ原の合戦はあれは、うん、まあテレビでやったもんで、うん、で再現風力でやったのあれみたいなと三河地区に住んでる人間やったら本能寺の変はもう知っとかんとこれアニメでヒットしたあのなんだっけアニメのヒットしたあの方ですか鬼滅の刃あ鬼滅の刃じゃなくてもう一個前刀刀とかが人間だとって、はいはい、出てこんけどね、うん、そのアニメの刀とか思い出したらいいか話はちょっと連れてってばってしまったんで達成感、いや、うん、結構いいそれほど僕のとは本当歴史は全然ダメだからねな俺、あれだもん今週さ、あの会社帰りにさ、コンビニに寄って、うん、
コンビニの本のコーナーあるじゃん、あれであの歴史人物図鑑で撮っとって、でそれ買おうかなと思ったもん1500円やったけどまあ歴史は歴史だからね、うん、今こうやって喋ってるところも歴史になります。明日になるかもう1時間2時間最近の人物だもん。時間も、あ、そう、あ、時間もそうそうというところでじゃあここで、うん、今回の福井県小浜市の宿のお話をしました。脱線したけど、うん、では、最後まで見てください。ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。カタカナで書店自由です。で、僕は5チャンネル持ってます。で、トシ君はツイッターでローマ字でトシって書いて漢字で漢字で書いて払ってやつればツイッターの方トシ君います。では、今回はこれで締めます。では、YouTube の、初級とツイッタートシ君書いて払ってきた。トシ君書いて払ってきた。では、行きます。おはい。